ちは、工場長です。今日は夏休み工作シリーズ第5弾です。5回目の今日はデコパージュでこちらの上履きをデコレーションしていきます。デコパージュは100均のもので簡単にできるので始めやすいかと思いますので、よかったら見ていってください。それではスタート。まず上履きは布製のものを用意してください。そして好きな柄のキッチンペーパーを準備します。これは視聴者さんからいただいたものです。送ってくれてありがとうございます。まずは使いたい柄を切り取っていきます。白い上履きなので柄の周りが白いと貼り付けた跡が目立たないので綺麗に見えます。切り取ったらキッチンペーパーの裏に貼り付いている薄い紙を2枚剥がします。2枚目がちょっと取りにくい列が頑張って取っていきます。切り取ったやつを靴に乗せてデザインを考えて、配置が決まったら布用のデコパージュ専用液でつけていきます。適量パレットに出して水気を切った筆で貼り付ける位置に塗っていきます。つけるペーパーよりも少し広めに塗ってペタッとくっつけます。貼るときはシワができないよう、破けないよう気をつけます。同じようにしてどんどん貼っていきます。貼り終わったらウェットティッシュでくっつけたペーパーをギュッギュッと圧着していきます。こすっちゃうとペーパーが破けてしまうので、ただ押し付けるだけです。最後にデコパージュ用のトップコートを塗ります。つけたペーパーから少しはみ出すようにしっかりとコーティングしていきます。これで乾かして出来上がりです。続いて木製のティッシュケースもデコパージュしていきます。布以外にも木や金属、ガラスなどいろんな素材につけられるのがデコパージュの楽しいところかと思います。今回使うペーパーはデコパージュ専用のペーパーなので、さっきみたいに裏に紙がついていないので、ただ切るだけで使えます。最初と同じようにデコパージュ液を筆につけて、貼りたい位置に液を伸ばして貼っていきます。貼り終わったらウェットティッシュで圧着してペーパーをしっかりくっつけます。そして最後にトップコートを縫って出来上がりです。貼り付ける素材は違っても工程は変わらないので、気軽に楽しめるかと思います。ということで今日はデコパージュで上履きデコやっていきました。デコパージュは布以外にも紙だったりプラスチックにもくっつくので、いろんなものにデコって楽しめるので、皆さんもよかったらやってみてください。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバーイ。